言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。もうすでに皆さんもねご存知の方も多いでしょう。 BE:FIRST のニューシングル Smile Again がですねアネッサのテレビ CM に起用されました。素晴らしいです。でこちらの新テレビ CM が4月16日日本全国で放映開始。そう日本全国なもんでね非常にありがたいですよ。でやはり日焼け止めのものなんでねこれからの季節重要ですし、まあ本当に大切なものでもあるしねこの生活のためにも、そこに BE:FIRST が混じっていくわけで、あの CM は小松菜奈さんが出る感じで、でスマイルアゲンがバックで流れると、そうなってくると今までとねやはりこう様相が違うと言いますか、日焼け止めは基本やっぱりみんな使うわけですよ。まあそうですね、女性の方とか若い男子は大体使いますね。まあでも私もおじさんですが使ったりはしますが、あまあ使ったりしますがと言ってもそんなに頻繁に使ったりはしないけど、ロックフェスにも行く予定ありますから、そこでもアネッサを手に入れて、アネッサ品切れになったりしないかな、あの太陽のやつね。でもまあ BE:FIRST効果でというのもあってほしいし、それから逆にアネッサのその日焼け止めで CM きっかけにしていろいろと BE:FIRST を知ってくれる人が増えればいいなと思うし、でスマイルアゲインのというか CM 皆さんも15秒のやつ見ましたでしょうか。あの YouTube とかではもう見れますけど、あのですねやっぱりこう君は綺麗だの後のこの音とかのあの感じも広がる感じって言うんですけど、ウィンズの立花啓太さんが作ってくれた楽曲なわけですけど、いや非常に素晴らしいですね。何回も語っていると思いますが、私は一応スマイルアゲインをねありがたいことにダンクショーケースで11日12日先に聞くことができていますんで、まあどういう感じのかは知っているわけですが、本来ラブソング的なものにあまり食いつきのないこの私がですね、まあ、 そんなこと知ったこっちゃねえって思ってる方もいらっしゃるかもですが、なんていうかねヒップホップとかロックの方ばっかり聴いていた人間でラブソング的なものにはむしろ抵抗感があるぐらいなんですが、スマイルアゲインはいいっすよ。うん、このラブソングそんなに得意じゃない私が、うん、いいっすよって言える、しかもかなりいいっすよって言える楽曲っすよっていうこともありますわ。ですね、まあ本当に4月16日から日本全国で放映開始っていうことがあるんですけど、だから資生堂さんがスポンサーをやっている番組を録画することによって、それできっと見ることができるんじゃないかなって気がしますね。でアネッサさんの方でたくさんツイッターを上げてくれているんですけど、ぜひアネッサ、ハッシュタグ ANESSA でアネッサですね、まあ、アネッサのハッシュタグは概要欄とかにも載せておきますんで、そちらで参考にしていただければ、ぜひアネッサをつけて SNS に投稿して全国テレビ CM 放映日4月16日日曜日まで一緒に盛り上げてください。でそこにアネッサさんの方もハッシュタグ BE:FIRST とハッシュタグスマイルアゲインも一緒につけてくださってまして、アネッサグローバルキャンペインソング、いやこの4文字アネッサグローバルキャンペインソング非常に力強いですね。ありがたいと言いますか素晴らしいと言いますかっていうことですよ。まあ、実はもともと昨日の段階で4月10日の段階で皆さんは長らくお待たせしました、明日とある情報解禁がございますっていうところで、テレビで星座待機している、ね、私たちがいるような絵文字 で太陽のマーク、そしてハートマークっていうね、それがあったんで、まあ、それでね何かしらあったんだろうなっていうことではあったんですけど、はい非常に素晴らしいです。で実はそのアネッサさんの方から BE:FIRST をスマイルアゲインの楽曲 BE:FIRST とスマイルアゲインをタイアップで起用してくれた理由っていうのを公式の方からお伝えさせてくださいって書いてます。でアネッサグローバルキャンペーンソング BE:FIRST さん起用理由、 BE:FIRST の7人のメンバー一人一人が持つ個性や輝き、そして唯一無二のアイデンティティはアネッサの掲げるフリートゥーシャインの世界観を体現しているためです。またアネッサがグローバル展開を拡大していく中で彼らの世界進出をしていきたいという思いと重なったため起用しました。太陽の下で輝く全ての方々にサンケアを通して日々の素肌が輝く喜び、そして美しさを届けてまいります、アネッサという形です。いいですね、このブルースカイのちょうど今見てるんですがアネッサさんのやつで、ブルークリアスカイといいますか、まあスカイはね空だからスカイハイすらイメージさせますが、その感じの
画像とともにこの文章を書いてくださっておりまして、あとアネッサがフリートゥ社員の世界観っていうか、それを掲げているんですね。社員はシャイニングワンだし、フリーはビーフリーをちょっと思い起こさせるような感じがしまして、いいですね。シャイニングワンもビーフリーも爽やかな曲の、ね、方ですからね。ビーファーストビーファーストいろんな曲ありますが、まあ爽やか系の曲というとで代表的なものはその辺なのかなって感じがします。まあ、爽やか、まあ、モーメントとかもいいけどね、まあ、モーメントは爽やかというかちょっと大人みたいな感じの、はい、っていうことなんですけども、まあとにかくね、これがきっかけでいろいろまた広がっていくと思いますし、私たちもねミッションとして盛り上げていきましょう。で先ほどのアネッサをつけて、ハッシュタグアネッサをつけて、それで盛り上げるっていうのが私らのミッションですよ。ベスティのミッション。そう、ミッションっていうと今はねマーゼルの方が先に思い浮かびますが、まあミッションはね使命とかやるべきことみたいなことですから、なのでまあそこは私たちがやるべきでしょう。そしてこれはつまりファンの人とか、まあ、私みたいな YouTuber みたいなのが言った感じのことではなく、アネッサ公式様が言ってらっしゃるので、だからもうガンガン盛り上げていっていいということですから、もうやりましょうですね。で一つ前に、まあ、ちょうど、まあ、MV を1000万回いければいいねって話はしてますが、 CM の解禁は4月16日になりますが、スマイルアゲインのシングルは4月26日に出ますねっていう形なので、そこは間違いなくということで、 CM 解禁の日が CD 発売日ではないのでっていうこととですね。でアネッサをつけて盛り上げるっていうこと、内容は多分ねこの関係する内容でいけばいいんじゃないかと思うし、まあベスティの力でハッシュタグでねトレンド入りなんかもさせられたらいいなと思いますけど、っていうことで楽しみです。ドワンゴ JP さんのニュースの方で、BE:FIRST のコメントもありますね。小松菜奈さんのコメントもありますけど、BE:FIRST コメント、アネッサグローバルキャンペーンソングに起用いただき本当に嬉しく思っています。太陽の下に出かけたくなるようなアネッサのみずみずしい気持ちよさ、爽やかな気持ちを表現できた曲になりました。アネッサと共にグローバルに進出することは僕らにとっての新しい挑戦なので、国を越えてたくさんの人に聴いていただきたいです、っていうことでですね。本当に世界に向けて日本からっていうところで、なんかそこで BE:FIRST がね、その日本の企業に関しても本当に応援もできて、なんか頑張れっていう気持ちになれるのであれば、そう、音楽とかエンタメの世界だけじゃなくて、日本のね企業で世界に行こうとしている人たち、あるいは、まあ、日本って国ももともとはねすごい国でしたから、まあ今までもすごい国ではあるというのはありますがね、うん、まあまた世界に行くっていう時に BE:FIRST が一緒に行ければというか、なんかお手伝いできればっていうのもあるし、でもなんかいよいよそういう存在になっているんだなっていうのが本当にわかりますね。資生堂アネッサ様ですからね、本当にそういう存在になってきたなと改めて思うので、まあ私たちファンとしてはね、まあ彼らの道筋をですね照らすというか助けるためにいろいろとやればいいし、今回に関してはミッションはハッシュタグアネッサでつぶやくっていうこと、あとはまあやはりいろんな応援の仕方あるけど、まあ、グッズを買ったりライブに行ったりとか、いろいろそういう物理的なものが難しい方もいらっしゃると思うので、そういう方にもう私もやるし皆さんもやるし誰でもできるのっていうと、やはりこう MV を再生するっていうところはね、まあもちろん強制ではないですが、そういうところはできますんでね、あとハッシュタグでツイッターでつぶやいたりとかね、そういうのもできますから、大いに推し活をね、絶対皆さんの推し活自体が力になってますから、間違いなくそこは自信を持ってやってまいりましょう。というわけで4月16日のスマイルアゲインの CM テレビで見れるのが楽しみですね。ぜひ先ほども言いましたが、資生堂さん、アネッサさんがスポンサーをやってらっしゃる番組を探して、探し方はちょっと私は分かんないけど、探し出してツイッターで知ってる人いるかもしれないから、探し出してそれで録画してみたりとか、それからハッシュタグアネッサだったりとかね、そういう感じで盛り上げてまいりましょう。はい、で私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報手に入りますようにチャンネル登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。